大ヒンジガヤツリリップカーファチャネンススは、カヤツリグサ科の植物。ヒンジガヤツリに似て、はるかに大きい。一年生草本で、全株無毛で白六色。根茎はなく、葉は根質状に出て、扁平だが縁が内巻きし、全体に硬く、幅2から4ミリメートル。木部の鞘は、赤活色を帯びる。花期は執念で、花形は分子せず、節も包容も途中にはなく。 根室用より、はるかに長くて高さ20から50センチメートルになる。茎は、表面めらかで鈍い量があって断面は、半円形に近い。茎の先端には2から3枚の養生のツトがあり、長さ1から8センチメートル、開けでする。ツトのすぐ上には、柄のない穂が4から7個集まって生じる。穂は、密に輪ペンがより集まったもので卵型から、円柱形。 先端は丸く、全体に、帯白色。臨片は非新型で、膜質、単緑色で、先端は短いの儀となり、その先はやや外向きに曲がる。痩せは長大円型で、長さ1ミリメートル、高褐色で透明な膜2枚に挟まれる。中東は3列。日本では、南西諸島に見られる。国外では、台湾、中国南部、インドシナ、インド、マレーシア。 アフリカに分布する。水田や川岸、湿地などの水辺に生える。同族のヒンジガヤ釣りとは大きさが明らかに異なる。カヤ釣り草族にも似たものもあるが果実が2枚の白膜に包まれないことで区別できる。なお、この族のほがコボであるのかコボの集合であるかには議論がある。星の他でも記述に混乱がある。詳しくは、 ヒンジガヤ釣り族の項を参照のこと。以下、主として、星のほか、P698 島、P752。ありがとうございます。